あ、確かにそうかペアは意図的に平均点がバランスよくなるようになっているとそうなら狙うべきは確実に成績上位者と会社を組ませることそっかそしたら100点数の高い人と組めるんだ<ス>そうついてこれてるか須藤さっぱりわかんねえから邪魔しないよう黙ってるんだぜあんたそういう配慮できたんだうっせえ一言多いんだよそれで 問題はどのクラスを攻撃対象として指名するかだけど A クラスや B クラスは成績も相応に高い生徒が多いよねうんあ私が聞きたいのは佐藤さんへの返事よまたその話か 俺の返事がどうだろうとお前には関係ないだろう無関係じゃないわよそうかお前の言いたいことは分かったあつまり俺が佐藤にかまけてお前を守ることをおろそかにするんじゃないかと警戒してるんだなじゃあ告白受ける気なんだんそうは言ってないチャンスだと思ってエッチなこととか考えてんじゃないのなぜそうなるものすごい発想の飛躍だな